僕はサッカー大好きだったんで、サッカーで何かできないかってなって、日本人フォワードいないよね、全員フォワードにしようみたいな、で男の子を閉鎖空間にぶち込もうみたいな、なんか美味しいとこだけ集めるという、まあ、最初はやっぱ多分無理だとは思ってたんですよ。その知識ないし書けるわけないで、まあそのいろんなもうサッカーの有名な作品だったりとか面白い作品あるんで、そこと戦うのはまあ無理だろうなって思ってたんですけど、ネーム見たらエゴジンパチっていう強烈なキャラがもうめちゃくちゃなこと言うし、イサギもねちょっと頭おかしい、そのキャラクター性とかその物語のその展開とか普通じゃないぞっていうところに魅力感じて、あとまあ仮称先生からそのサッカー、普通のサッカーじゃなくて バトルものとして書きたいっていう要望があったんで、うん、あ、じゃあそれならちょっとやれるかもしれないっていうことでちょっとお受けしたいな。地面に足ついてる漫画が描ける人が良かったんですよ。ここの漫画描けるのが得意な人と、足ついてる漫画描けるのがなんか体感で分かると思うんですけど、はい、足ついてる漫画描けるバトル漫画描ける人っていうのが一番決め手です。アニメーション的ななんか動きで、うまい、こう走ってて次のコマもこう走ってて、こう走ってたらもう走ってないじゃんみたいな感じになるじゃないですか。なるほどなるほど。そうなったらやっぱ僕はこう行った後は次はこう行っててほしいんですよ。だから右左右左、進撃のあのところでアシスタントされてて、僕も知り合いだったんで、そこで2、3回会ったかどうかぐらいですよね。そうそう、なので顔は知ってたんで連絡取ってコンペ出てくださいって言って、そうですね、そうそうっていう感じでした。イガグリとナギですね。イガグリはもう単純にいてくれないと話進まないんですよ、変なやつばっかりだから。とナギはこんなやつやったらよかったな人生なっていうのを全部包み込んでいる。バロー、バローですね。バローが出るとこっから面白くなります、僕の原稿に。熱量が上がるんですね。バローが出てきた、そうやったみたいな。一回落ちて上がったことですごいこうここでなんかめちゃくちゃキャラクターに血が通った感じがしてて、そこまでもかっこよかったんですけど、より人間らしくなったなっていうので、イサギがゴールを決めるっていうシーンが、うん、これがブルーロックってこうやって呼んだら気持ちよくなるんだっていうのをなんかやってみて、これであかんかったらあかんぞって思って書いて野村さんに渡して上がってきてたのをバーンとシュートしたんで、そこでなんか一応あ、もう大丈夫、とりあえず最初の浮上できたなっていう意味で思い入れが深い勝負どころでしたねと僕は思ってます。ちぎりが鎖ぶちぎって走ったところかな、あそこから潔の気持ちから始まってこうじわじわときて、多分その読者がガッて、あ、面白いって思ってくれたのがあの辺なんじゃないかなとは思ってるので、とりあえず読んでない人もあそこまで読んでくれっていう気持ちはすごいあります、うん、すごい鎖って書くのめんどくさいんですよ、女の子もなんかそれをぶっ壊してこうやって散らして消してやって、あれよかったですよね、あの手が痛いって言いながら漫画の描き方を教わったというか教えてもらったみたいなところですね。しっかりこう読者、読む人のことを考えて漫画を描くっていうのを得れたのは金城さんとコンビ組んでからですね。ネームはあるんですけど、多分描きすぎなんですよ、これ多分ね。あ、確かに。でもそれぐらい描いたのをに時間かけてます。結構ネームの、ネームが描いた上でもう一回絵をもう一回描くんですよ。ネームの絵だけでいいですけど。で、この絵を超えてくれ。この話のこのネームを超えてくれって言って出すための時間をかけてるつもりです。ディフェンダーがここにいるから、もうそいつをこうかわすために動いてるんだったら視線を外すために動いてるはずだから、こう視線低くしたりとかそういう意識は多分こいつがするだろうなって思ったら、そのネームがこう走ってたとしても少しこう状態がしゃがんだりだとか多分反映はされてるかなと思いますね、うん、すごいな、まあ、全部が全部じゃないですよ。表情もやっぱ一人のキャラクターがこう何かやられて何かしてっていうのを追いながらやってったら、ちょっとこうなんていうんですか、より的確に捉えられるかなって思うので、まあその分かんない、ちょっと入り込めないなって時はそういうことをやって、一回キャラに入ってこうダーンと書いて流れで書いてまた別のやつやってっていう感じに、こう何回もやると、そう、何回も何回も何回もこのやり方あんまする人いない気は、いないと思います、多分変なのとか、ほら、こういうところです。そう、勝手に言ってみよう。何してんのって。本当
ったら多分ラフをダーッと全部下書き書いてペンガーって入れる、うん、一番早いんですよ。僕原稿遅いんですけど、そういうことやってるから、ことやってるから、でもだからいいんですよ、だからおもろい原稿なんで上から見た時にこう大体この位置関係とか何メーターぐらい離れててちょっと後ろにいるとかっていうのをちゃんと確認して1回目は意識させないようにはしてますね、うん、そうですね、確かに言われてみると、ミックって一気に来た、あ、おるんそれがや少年漫画なんでサッカーを見てない人に向けて面白いって思ってもらえるものをというコンセプトはもう最初からずっとあったんで、一応あのギリギリリアルサッカーをしようと思ってるんで、一応ちゃんとね、サッカーしてる人に言われても怒られないギリギリ瞬間移動はしてないっていう、まあ、最初めっちゃサッカー好きに怒られましたけど、サッカー僕はサッカー好きなんですけど、もちろんサッカー見てる人が好きって言ってくれてるのも嬉しいですけど、サッカー見てない人が、そう、全く見てない方が呼んでもらって、サッカーのルールわからんけどおもろいっていうのが最高のあれかも、怒られてるっていうのが入り口になってくれれば嬉しいです。